先日学生議会があったようだな。相手が誰であれ負けることは許さ。心得ております、おじいさん。何でも参加者は正近谷山重工の令嬢。はい。中等部でお前と最後まで争った相手というどれほどのものかと思え、議会の途中で退席したらしい。何か事情があったのでしょう。結果として正近は箔をつけることになった。お前は祭においては正近に、お前は祭あるものの責務をし、その点あれはダメ。誰より優れた祭を持ち、恵まれた環境にありながらそれを放棄し、あやつにお前が絶対にあってはならん。わかるな、ユキ。はい、おじい様。ユキさん、お母様、どうかなさいました？マサチカさんとは仲良くしているの？はい、もちろんです。そう、お兄様がどうかされました？いえ、いいの。この後は中国語の授業だ。はい、リモートで頑張りなさい、綾乃。はい、ユキ様。ちょっと抱きしめさせて。かしこまりました。よし、回復した。もうよろしいのですか？うん、ありがとう。やっぱりおっぱいって偉大だわ。だからユキや綾乃とは本当にたまたま鉢合わせてな。別に無理にごまかさなくていいよ。今日の放課後一緒に試験勉強しないか？何の冗談。少し近いんじゃないですかね。何か問題があるの？あら、申し訳ございません。ノックもせず、よろしければ私たちもご一緒させていただいても？にゃっと。なめ言葉言おう、ハラショ。ガモンカノ、可愛いこと言うじゃねえ。さっきから延々回答回答。問題をいくら考えても時間の無駄だろう。マサチカ君はいつもこんな感じです。だか、いえ、マサチカ様のお手を煩わせる。いえ、そこはむしろこの無能と容赦なく。ねえ、あなたたちってただの幼馴染み？みんなお疲れ様。あら、これは？ああ、なんかサラシナ先輩が募集した本。お姉ちゃん、かけてみて。お姉ちゃん、催眠術やってみたい。や、じゃあ、小瀬くんがやって。え、まず、催眠誘導。わく。あなたはだんだん、意識がぼんやりとしてきます。そのまま、私がパンと手を叩くと、ほい。え、マーシャ。マーシャ？まあ、とりあえず、一旦催眠、はい。指を立てた後にパンと手を打って。では、アーリャさんもマサチカ君に催眠術をかけてもらっては？いいから、こんな茶番さっさと終わらせるわよ。ちょろすぎんだ。マジかよ、エロいことし放題じゃねえ。思っても言うんじゃねえ。開放的な性格にさせて脱がせる。性格ってざっくりしてないか？恥ずかしい秘密とかも話してくれそうだし。アーリャさん、マーシャ先輩、あなたたちはだんだん開放的な性格になります。なあユキ、なんで俺無限よしよしされてんの？まさかマサチカ君ではなく、マーシャ先輩のハーレムプレイが開始され。そろそろ話してくれませんか？ん、邪魔。あ、あーりゃ、何して。うわっ、なんで二人揃って脱ぎ始めてんの？溶けないんだけど。いや、マジでこれどうすんだよ。マーシャ、こっちはとっくに終わったけど。私が催眠術の本を。あ、リセット。私なんでソファーに。リセットしとく。